てポニテ。俺かけ中やっほー、うん、えい、あ、うん、ゴロゴロ振ったんだよ、ゴロゴロ中。日曜日やね。お疲れ様んごー、久しぶりだね、ドムさん。嬉しい。そうだ、最近夜遅かったもんね。この時間帯めっちゃ久しぶりにするわ。うん、この時間帯めっちゃ久しぶりにする。ウェーイ、やった。うん、みんな今日は何してますか？何してますか？こんばんは。うん、久々ですって。嬉しい。今からチャリ乗るからコメントできなかった、できないからよろしく。大丈夫だよ。日曜日とか土曜日とか何するんですか、いつも。あれ、今日は日曜日ですよね。家でゴロゴロしてましたって。お、やす1983さん、お花のかむりかな、ありがとう。明日契約の関係で1日だけ宮崎行って、明後日沖縄出張。沖縄出張？宮崎また来てくれるん？沖縄にも行くんや。もうなんか野球選手みたいだね。ロートが、ルートが。うん。フルネーム上みそらのちゃんって。はーい。ナンバになるちゃんが出てる。あ、なるさんの？あ、一番会いたい人みたいなやつ？一番会いたい人か。いいね。バイク走らせましたわって。オイル交換せんとなった。おー、偉い。バイク乗ったん？いいね。私もバイク乗りたいよ。もうそろそろ乗んないと。寒いんですよね。でも、あ、でもさ、もうさ、そろそろ暖かくなるよね。今日はバイク、一日バイク乗ってましたって。海行って海鮮丼食べてきたって。おー、どこで？いいね。バイト終わり、ちょうどよかった。やっほー。トゥ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 。今一番会いたい人誰だ。保健室の先生可愛かったでしょ。な、ねねねね、ブランちゃんさ、その保健室の先生ってさ、めっちゃ可愛かったんやけどさ、あのさ、1年生の頃のさ写真、ん？ 1 年生の頃の先生と兄弟？なんかめっちゃ似ててめっちゃ可愛かった。うん、めっちゃ可愛かったです。めっちゃ連呼してるけど。江ノ島？私が行きたいところやん。私もね、小学1年生の頃の先生めちゃくちゃ可愛かった。激カワでした。うん、厳しめだったけどめちゃくちゃ可愛くって、めっちゃ可愛かったよ、本当に。
かチョコレートの香りがする先生でした。うん、友達もめっちゃ似てる言うけど全然似てない。嘘、兄弟やない？聞いてみてん。うん、スラムダンクでも有名なところも見てきた。スラムダンクってさ、スラムダンクって待って、スラムダンクってアニメじゃないんや。アニメだよね。カニ届いた？届いてないよ。届いちゃう。兄弟なわけない。嘘、めっちゃ似てるって言ってみて。似てませんって、めっちゃ似てるって友達が言うんですけどって。とにかく可愛いってことね。めっちゃ可愛い、可愛い、もうなんか先生じゃない可愛さ。うん、可愛い。そのうち届く。待って、カニ何の話？神奈川江ノ島あたりがスラムダンクの聖地。へえ。スラムダンクまだ見たことないよね。そうね、バスケのアニメよね。わかるわかる。え、オラフのあの花どうやって持ってったん？すごい、めっちゃすごいと思った。おっきかった。うん、あれ自分で持ってったと？今一番会いたい人を考えていたら眠気。なに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 、夢でもし会えた誰だよ。うん、ダンクって何？ダンクってどういう意味？めっちゃでかい袋に入れて持ってったって、すごい偉い。ママに持ってきてもらったとかじゃないんや。あ、チャリンコこぐって気をつけて。短め配信って、ね、今日はね、何分に始めたっけね。1時間ぐらいにしましょうかね。何分に始めました？私何分に始めたかな。眩しい。14分。じゃあ1時間くらいにしようかな。6時14分で1時間。じゃあ6時12分になったら教えて。めっちゃ細かいですよ。12分になったら教えてください。トマさん、ありがとう。冠、花冠、ありがとう。ねえ、そういえばさ、言ったよね、言ったっけ？手の甲がめっちゃ焼けてるって。手の甲、こっち側がめっちゃ焼けてるって話したっけ。ほな、メールに書いたんや。めっちゃ焼けてるんですよ。ありえんくらい焼けてる。
焼けすぎててどうしようもないくらい焼けてます。最近のここ1年の私の中で一番焼けてるわ。ここ1年って言ってもあれか、そうね、そんなにあれだけど、え、夏焼けるより焼けてるかもしれない。うん、こんにちは。でも配信で見たらもうわかんない。あ、いや、わかるな。これはこっちがめっちゃ焼けてるんですよ。いや、どっちも焼けてるっちゃけど、こっちが異常に焼きすぎてて、めっちゃわかるよね、これでも。これでもわかるもんね。うん、ここめっちゃ焼けてるやん。うん、照り焼きのおちゃんかわいい。焦げのんです。焦げのちゃんです。もともとそのちゃん色白だから余計焼けしやすいんやないか。そう、めっちゃ焼けやすいんや。そう、しかもなんか赤くなって終わりのタイプの方いるじゃないですか。でも私それやなくて、赤くなったらもう次茶色くなるみたいな。めっちゃわかりやすいんよ。え、ここの色と比べてめっちゃわかりやすい。いやだな、もう本当に信じられない。やばくないこれ。ほら、ここめっちゃ白いじゃないですか。ほら、もう見せらんないよ、見せらんないよ。見せちゃったけどさ、見せたけどさ、おー、マジで開けてるんです私。もう本当にやばいよね、これ本気でやばいよ、マジでやばいと思う。あー、本気でやばいわ、もうやばい。手隠さなきゃ。そう、めっちゃ焼けてるんです。キャンプ焼けしました。星さん、免許取り立てで運転するのは沖縄が運転しやすかった記憶があります。お、二輪免許かな。沖縄ね、絶対気持ちいいわ。うん、心地よさそう。人がメジャーリーガーも出たがちの日本代表見れるよって。っ、待って、あとどこ戦が残っちゃう、あの練習試合。明日から投げれるんや。隠すためのそうよ。黒の本気で開けてるんです。いや、私今ショールームでこうやってやってもっと実感した、焼けてることに。こんな違うんや。いや、そろそろやばい。初めてこんな焼いた。あの、そうですね、うん、 AKB に入って初めてこんなに焼いたかも。めっちゃ気をつけたんやけどね。めっちゃこうやってやったりとか、袖で物で隠したりとかしちゃったけど、でも顔を隠しすぎたおかげに、せいで、そう、顔を隠しすぎたせいで手でこうやって顔をよけたりしたから、顔をよけたりしたからさ、顔はまだマシよ。まだ若干焼けてるんですけど、いつもよりね。でも、あの、手がひどすぎるから大丈夫って感じ。阪神とオリックス、おお、どこでやると、それって名古屋でさ、やったやん、バンテリンドームでさ、中日ドラゴンズさんやったやん。オリックスさんと阪神さん、どこでやるん。顔の焼け止めはするけど、手にすることは、あー、確かに忘れがちよね。そのちゃんの影響でダルビッシュ選手インスタフォローしちゃった。私もフォローしてますよ。してるよね。京セラドームであるんや。じゃあ大阪
いいな。両方？大阪？磯風さん待ってた。腕までカバーする手袋が必要かもって。え、そう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 。なんかここの手袋ってやっぱ必要やなって思った。うん。動きづらいけどね。でもこんな焼けるならね、やればよかった。ちゃんと昔甲子園の近くに住んでて、さっき行ってきた、さっき行ってきた。おお。5月のオンラインお話し会、温かいサウナに会いに行ける、嬉しい。あ、オフラインかな、オフライン。東京遠征してたけど8日の公演外れたのでこれから帰ります。 PM 気をつけて。愛知の親戚から連絡を聞いて、うん、 WBC の試合見に行ったマウント、あ、練習試合、わーお、いいね。バンテリンドーム、バンテリンドームでしたっけ、うん、あれ涌井選手、中日ドラゴンズさん、お前あれですよね、西武ライオンズさんにいましたよね、となんか戦ってましたね。あ、でも戦ってないわ、ダルビッシュ有選手は出れてないので、まだ同期らしいですね。侍ジャパンのキャンプレポート楽しく拝見してる、嬉しい。なんかさ、キャンプ終わっちゃったんやけどまだ載せきれてないキャンプレポートあるんですよね。載せそびれちゃった、もう、うん、乗せそびれちゃった。いいなぁ、私もじゃあ京セラドームに行きたい、うん、え、待って、じゃあさ、京セラドーム行ったらさ WBC の試合を見る前に、あのあれよね、ダルビッシュ有投手と大谷翔平選手とヌートバー選手とか見れるってこと？戦ってる様子ね、磯風さん、そう、確かにドラゴンズ好きやもんね。ドラゴンズさん、そう、初日、うん、7点でね勝ったね。ガチメンバー見れるんや、やばやばやば、絶対多いやん、もう完売してるよね、さすがに。いいなぁ、行きたかった。そう、宮崎もバンテリンドームの名古屋のやつも、そう、メジャーリーガーの選手出れてないので、なんか出ちゃダメなんですよね確か。そう、見れなかったけど見れるんですね。ドラゴンズ7点取ったんやから阪神も7点取りたいって。ジャパン負けませんよ、うん、すごいよね、めちゃすごかったあの試合、うん、昨日は見えんかったけど、なんかプレミアムしか見れないみたいで。トゥ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 、え、今日は、今日は何もない？今お出かけから家に帰ってきた。お、チャリンコこぎ終わった。おかえり。おかえり。待って、なんか、なんで？なんでなんでなんで？
今日移動日。移動日ですか。じゃあ飛行機に乗ってるんですね。愛知県の親戚は、うん、え？ WBC の試合も全部見に行くん？すごくない？え？本戦？え、待って WBC の本編を全部見に行くん？中国戦から？この時間久しぶり、久々すぎて懐かしくなった。確かに懐かしい。懐かしいんかな。ちょっと前までの私って感じ。確かに。お腹すいたから広島メロンパンカスタードクリーム入り食べます。広島メロンパンって有名？森下くんや井上くんの若手が躍動してるから楽しみ。全部行くん？すごい。え、チケット2万円じゃなかった？すごいね。しかも当たんないよね、普通に。めっちゃすごい。えいとこに持ってきてほしいものってありますか？とペンライトとうちわ、うん、は持ってきてほしい。うん、でもそれ以外にあっても嬉しい。あ、発展堂？メロンパンなんてあるんや。クリームパンやなくて？全部見に行くのめっちゃすごい。268インチ、ありがとう。え、全線観戦すごいね。いいの？1試合でもいいから見に行ってみたかったな。あ、最安値1万円なんや。え、でもさ、1万円でもさすごいよ。だって何公演じゃない、何試合あるん？すごいね。めっちゃすごい。最大何試合？サーのルーニキューズ、なんそれ、なんだ、なんですかそれ。ドゥ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 。目が痛い。すごい、私眼精疲労すごいんですよね。1万円あったらリアルお話し会9回いけるって。あお、そう、めっちゃ疲れめちゃうなんですよ私。なんか疲れやすい目をしてるみたい。全試合パックとかあるんや。へえ。全試合パックはいくら？すごい、そんなのあるんや。今日の服のワンポイント、ルーニーチューンズでは。ルーニーチューンズ、あ、これ待って、うん、本当だね。普通ですよ、普通です。あの、トゥイティとかのやつよね。え、そういう名前やったんや。そういう名前ってのを知らんやった。ごめん。私が身につけてるお洋服でした。最安値3万。
全部見てってこと？最高25万2000円。え、ちょっと待って、25万2000円、高っ。海外旅行行けるやん、すごいね。すごい、めっちゃすごい。いい席で見るとそんぐらいするんですね。え、で全部で何試合あるんですか？最大最大。磯風さん、ありがとう。最大何試合？あ最大何試合？そういえばね、今日ねこれ買ってきた。私がずっと押してる、あのメールでずっと押してる一口チュロス、うん、日本戦以外も全試合見れるから14。じゃあ日本戦のみ、日本が出る試合のみだったら何試合？もう一回食べますね。一つ食べちゃったけど、中はこんな感じ。いただきます。うん、うん、うんうんうん、5試合。じゃあ最安5万円。待って、そのさっきのさ愛知の方はさ、あのあれかな、日本戦のみ全部見るんかな。最小4、最大5。あ、ん？ 1 試合しか変わらんのよ。自分で買いましたよ。うん。うん、パパじゃない。日本がグループリーグ敗退したら4。なるほど。うん、1パック4つ入り。チョコがもう溶けてきてる。八天堂のメロンパンカスタードクリーム、美味しそう。日本の試合だけね。夏は海外メジャーリーグ見に行く。ガチやん、すごい。チュロス食べるソラの可愛いかねって、嬉しい。食べちゃった、美味しい。みんな食べました？ハニーチュロ、あ、マジでハニーチュロじゃなかった。
ミスドだった。一口チュロス、チョコチュロス、この前食べた、嬉しい。愛知県の親戚は某企業の、うん、会長だから、うん、なるほど、時間もお金もあるんですね。ハニーチュロじゃないです、間違っちゃった。分けありでいいなら3500円の席もあるって。分けあり？何？分けありって何？立ち見？立ち見なんてないか。じゃあネット裏とかは2万円ってこと？最大何円？ 2 万円。少し見にくい席で、ちょっとだけ裏とか、ちょっとどころじゃなくて声しか聞こえんとか、コンサートみたいな感じ。コンサートあるよね、そういう席、会場によっては。多分顔は見えん、アーティストの顔は見えんけど声は聞こえるみたいな、そんな席じゃなくて、そんな感じ。いやーでもそれは嫌だよな、それはね。まあ歓声は聞こえた方がいいけどさ、会場で。いやでもせっかくなら、行ったらさ、行ったなら見たいよね、確かに。あ、雰囲気だけでいい、雰囲気だけでね。確かに。いや私なら見たいです、うん、見たいかも。いや、いいな、見に行きたかった。ダルビッシュ投手すごくない？めっちゃすごい。大谷翔平選手いて、え、 AKB も一時期あったって。コンサート分けありすぎ、480円、48やん、480円、それすごいね、めっちゃすごい。それ声ちゃんと聞こえるんやろ。480円でもすごすぎる、うん、4800円やなくて480円なんやろ、すごい、それはいいね。480円ならみんな来たいって思うよね、それ。分けありでも見えんくても、音席ねー。でもそっか、その頃はじゃあ配信とかないもんね。確かに WBC との差よ、確かに。めっちゃ差ありね、うん。メンバー一切見えん、音しか聞こえん席。でもその時代に配信ないからさ、なんか音嬉しいのかもね、確かに。ちょっとでも同じ空間に入れるみたいな、確かに。なんか中継、テレビ中継とかあるんならさ、そっちで見た方がいいかもしれんけど、ないならいいかもね、確かに。ラジオと思えば確かに生で聞けてね、生で聞けるのいいね。480円ならみんな行ったんやない？どう？公式すら、何？黒席というレベルの黒席かな？何やろ？ 480 円マジですごい、すごいね、すごい。行った方いっぱいおるんやない？それ俺なら行かない。今交通費がある方やったら確かに、遠い遠方の方やったら無理かもやけど、近くてチケット取れんやったとかの方なら行きそうね。何席？分からん。まあ。音聞こえるだけでも、ね、会場に入れんよりはいいかもね。1% も期待しないでくださいっていうレベルって。音聞こえるんやろちゃんと、うん、
まだいいよ。サモンがそこで練り歩きしてほしい。あ、誰か一人でもね、練り歩きあったら。でもそれはそれでいいね。そうね、確かにコンサートメンバーを見に来てるもんね。それはそう。いや、どっち選ぶかですよ。うん、あの音だけでもいいから同じ空間にいたいか、もう一切見れないか、どっちかですよ。ステージの一部が完全に見えん。角度四角席3400円。ええー、あ、一部が見えない。ええー、完全に見えないのが480。なるほどね、いろんな席があったんや。じゃあ3段階に価格があったってことね。今日何にしよう、なんだろうな。同じ空間にいたい。確かに同じ空間にいたいよね。そうだね、480円なら近かったら行くよね、旅費なければ。天空席、天空席どういうこと？上から見えるってこと？確かに、それでも音だけでもいいから入りたいっていう要望あったんやないかな。ね、確かにそうかも。ぶっちゃんの言う通りかも。二階席の一番後ろ、一番上の席の一番後ろってことね。なるほどね、確かに。米粒、双眼鏡使っても厳しい。そっか、そうね、難しい。愛媛ツアー天空席でした。天空席って呼ぶんやん。でもそれはそれで、でも今となっては思い出やない、思い出なんやない。うん、こんばんは。2階席の一番後ろなら8の全国ツアーで何回かあったって。8のやつってさ、あれですか、先着順なんだろう、勝手に決まってくる。指定席やないよね、だって。何時までやんのって。1時間。あ、その時はメンバーが上に来てくれたんや。じゃあいいね。いろんな席あるんやね。ね。すごい。みんな詳しいよ。チケット発券せんと席は分かんない。そっか、じゃあランダムかな。大分がそうやったけど、真横で許可玉が通って撮影できた。お、すごい、すごいすごいすごい、主役を見れたんですね。でも確かにそういう席でも主役とか見えたらいいよね。
確かにエイトは撮影タイムで練り歩きよったもんね。2、3日前にメールで来るんや。2、3日前までじゃあ席分からんってこと？ワクワクやね。でもいいかもね。あの何？もう2週間前ぐらいからさ、遠い席を知らされるよりいいね。楽しみが最後まで、直前まであるっていうね。ワクワクがいいね。ファミリーマートとセブンイレブン？確かに宝くじと同じ感覚やね。確かに確かに、いいその感覚。うん、いいじゃん、直前まで楽しみあって。セブンイレブンの何何何チケット発券が好き。待って、セブンイレブンあれよね、セブンイレブンって大体バーコードやないね。なんかさ、ローソンとかさ、ファミマとかってさ、あれじゃん、 6P 違う、6P かなとか、ファミポートみたいなでさ、なんかさ、そういうのやらんといかんやん。確かにセブンイレブン楽かもね。最善やったのに2件やったん？悲しい、それは。アプリ内で発見ができるってこと？すごいね、便利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 ティック。あ、そっちそっち、航空券と一緒、番号を言う方ね、振り込み番号みたいなね。なるほど、じゃあ2種類あるのね。なんかバーコードの場合もあるやん、お店によっては。あ、でもファミリーマートとかもバーコードあるっちゃあるね。あ、ヤス1983さんが代わりに見てくれたん？なんか悔しいね。兄弟でそれは。4月のコンサートアリーナ席がいいな。確かにアリーナがいいね。ラストですからね。確かに。昼よりどっちも来てくれるの？嬉しい。いい席当ててください皆さん。4月は練り歩きあるのかなって。いや、メンバーも一切わかんないですよ。まずさ、あのピアリーナは練り歩きしたことないよね。うん、ない、大きいしね、会場わかんないけど、あったらいいなって思ってます。なんかエイトらしく。確かにコール、エイトのコール久しぶりに聞けるね。まだ数回しか聞いたことないな。数回でもないか、何回かはあるか。いや、いつかはさ、私が出たコンサートイベント、いつからダメになった？熊本ダメやったよね確か。佐賀は大丈夫やったかな。どこからやろうね、もう思い出せんぐらい前。
な。確かにトムさんのやつで、トムさんの卒業公演だったし、初劇場公演コールだ。いや待って待って、私雫公演のさ前座で聞いたことあるかな。あるよね多分。それ以来かな。サガッツァーの後か。じゃあサガッツァーまでは聞けてたんですね。ヤス1983さん、くまちゃんありがとう。なるほど、じゃあその後ですね。じゃあ熊本とファイナルはとりあえずなかったやん。あ、じゃああれはあったんか、君虹とかした時リカワとか最初の AKB 全体のコンサート時とかは聞けてたんかな。多分聞けてましたよ。確かにちゃんと聞けるのはトムさんの公演だね。確かに確かに。タラララまだバイク乗れちょらんとよね、寒くて。早く乗りたいバイク。ブンブン。なんか街でバイク見るたびに、これ何 cc？ これ何かなとか言いながら乗ってる、あのパパの隣に乗ってるんですよ。うん、レンタルしてなんかいろんなバイクに乗ってみたいなって思ってます。春になったらいっぱい乗って、もうさ、もうそろそろ乗らんと私やばいと思うんですよ本当に。そう、いっぱい乗るね。そう、ヘルメットを買わないとね。そう、なんか感覚、バイクってめっちゃ感覚大事やから、そうバランスとかめっちゃ大事だから、そうとか操作とかね、ギアチェンとか。なんかちょっと前まではさ、毎日自分の中でコースを走ってたんですよ。あの教習所のコースを1コース2コース3コースって走ってたんやけど、最近なんかそういう習慣ってさ、何日間か経ったら忘れちゃう。やんなきゃ。最初は質金のいいのがいいと思う。レベルとか忍者とか。なるほど。教習所で練習させてくれないのって。いや、教習所はお金払えばさせてくれますよお金払えばさせてくれる。 20% もしやすきた。でももうすぐ配信終わるから大丈夫でしょ。はじめまして、嬉しい。もう普通に払ったらそうやってくれるから、乗せてくれるから、なんか私はもうなんか、もう、あ、そうだね、明日か、いや今日、いやもう今日で私2ヶ月経つんですね、卒業して、卒検受けて。だからそう、乗る前に行こうかななんて思ってますよ。でも原付乗ったことないよ。そう、え、今日ね2ヶ月だよ。みんな2ヶ月、卒業して2ヶ月、2ヶ月です。そうだからね、
一回行った方がいいよねノリにでもさ恥ずかしくない？撮ってさ一回でさ、え、撮ってさ2ヶ月経ってさまだ乗ってなくて、乗ってなくて、もう寒かったからさあれなんですけど、撮った時期が時期やったけど、でもさ、うん、一回も乗らずにちょっと一回乗せてくださいってなんか言いづらいねいやそんなもんか。え、そう、交通量少ないところで乗りたいよね。あ、2分前になって教えて、10分になって教えて、あ、あと6分で12分、待って、12分に教えてもらうんやったっけ、うん、そう、でも乗りたいからそう、うん、え、そう、待って、練習させてくださいって言ってめっちゃさ感覚忘れてたらどうする、めっちゃ怖くない？めっちゃ怖いよねいるんかな、そもそも行く人。レンタルだと1日借りれば教習時間ぐらい乗ることになるから、1日乗っちゃえば思い出す。確かにそうやね。サランちゃんの証明写真、あ、違う、免許証の写真が気になる。絶対に嫌です。マニュアルがいい、オートマがいいって、うーん、 MT マニュアルがいいです。うん、なんかオートマ車はね、教習所で1時間しか乗っちゃうんて。そうで、なんか車体が大きくて、なんかね、マニュアルよりなんかちょっと、いや、マニュアルより確実に操作ないからめっちゃ楽なんですけど、車体が大きい分なんか動かしづらいというか、うん、そう、あとね、マニュアルの方が楽しかったですね。いや、オートマはめっちゃ楽しいよ、操作なくて。めっちゃアクセルとブレーキしかないから、自転車みたいな感じで、大きい自転車みたいな感じで楽しかったっちゃけどさ、なんか、うんね、大きかった。大きいからなんか難しかった。それで8の字書く練習したの。そう、先生、教官と目を合わしながらそうやるんやけど、うん、結構難しかった思い出がある。うん、そう、クラッチあった方が調節しやすい。なんか確かにクラッチあると調節しやすいかもね。あー、スクーター確かに2グリップできんね。タンクここにないもんね。確かに、そう、オートマは AT は、うん、なんかそう、なんかね、ずっとマニュアルで練習すると物足りなさ感じるし、うん、車体が大きいのが問題ですね。こんにちは、ジャヌさんのイムニだ。スクータータイプのが楽。うん、なるほど。じゃあオートマ車が楽ってことかな。いや、でもオートマの方が楽ですよ。操作ないし、エンストとかないですよね、多分。でもね、車体が大きい分多分、え、オートマの方が重いんじゃない？じゃあ若干どうなんやろ、うん、タンクがねここにないから2グリップできないっていうのもあるよね。確かに、うん、まあ操作はないけれども、確かにマニュアルの方が難しいけどさ、でもオートマの方が難しいと思うよ言ってることがめちゃくちゃやけど、オートマの方がなんか難しかったかも。うん、でもなんか入校する前もそう教官に言われたの。そう、相談したら、
なんだっけ、あ、そう、オートマで、オートマで撮ろうかなみたいな、そう撮った方がいいんですかねみたいに言ったら、いやなんかバイクはマニュアルが普通だよって、そう車体大きい分、何 S 字とかクランクとかスラロームとか難しいって、あの S 字とクランクが難しいって言ったかな、そうそう、ソロちゃんいつかバイク乗ったとしたら保管場所には家に置けるのって、うん置けるやけどさ、バイク買う予定はないですよ、レンタルしていろいろ乗りたいので。マニュアル免許でオートマ乗れる、うん乗れる、やばい、あの充電がやばいですね。スクーターで一本橋難しそう。あとね、なんかね前が見にくいんよ、オートマ車って本当に前が見にくくって、そうだからね、ちょっとこれさしちゃおうか。そう前が見づらくって、なんかオートマ車ってさ、なんかこのカバーみたいななんかついてるじゃないですか、あれでめっちゃ見にくいんですよ前が。そのそれに比べてマニュアルは前が見やすい。まあ、ランプはあるけど、先生が確認するは、教官が確認するランプはあるけど見えますね、比較的。うん、日本もありがとう。じゃあランキングをね読んでいきたいと思います。福袋届いた、こまひでさんありがとう。そう、またバイクの話もしましょう皆さん。じゃあランキング読みますね。13位は古川さん、12位はアラカトルさん、11位はピンク亀尾さん、10位は磯風アットマーク毎日うかうかさん、9位はムムさん、8位はコウヘイさん、7位はドゥヒエモンさん、6位はリュウさん、5位はプレジョンさん、4位はフグタンさん、3位はコウイチさん、2位はドマさん、1位はやす1983さんでした。ありがとうございます。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 。ありがとうございました、今日も見てくださって。それでは皆さん、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。あともう夜ですけど、うん、みんなもゆっくり休んでね。それではおやすみなさい。ありがとう。バイバイ。切っちゃうよ。バイバイ。何？交差点の右？右直？あ、こっちね、曲がるときね、確かに向こうから来る車見えんかったりするんよね、確かに。ありがとうみんな、おやすみなさーい。